サンタアニータトロフィーということでやっていきましょう。秘密結社フェロモン総帥ハッチでございます。こちら大井の S3 競争であと 1600m 戦ということでね、まあなかなか、S3 戦なんでまだね実績がない、まあハンデ戦とかってそんな感じかな、あの筋量差がねあったりするレースなんで、まあじゃあそこは考えていかなきゃいけないなということで、まあ今回ね予想してみてね、その間にも前売りが変わってったんでね、こんな感じでいきたいと思います。軸は8番マッドルーレット、これで、ね、時計的には十分通用する時計でね、上り馬、まあ筋量55キロとトップハンデとは3キロ差があるんですね。まあそうなってくると十分いけるんじゃないかということで、ここはまず一発を期待して、まあその後ねまた筋量同じになって他の上の馬と通用していくかどうか、まあ途中はね5番人気だったんですけど、ね、2番人気まで売れちゃいましたね。まあさすがにねスマイルウィーとかその辺より人気になることはないとは思うんですが、まあ軸でいきたいと思います。まあ、そして2番ゴールドホイヤー、まあ、前走でマイルの重賞を制覇しました。今回は筋量増加でどこまでいけるかというところで、まあね、カンカンな人がちょっと不安はあるけれども紐には十分入るだろうというところですね。まあ、そして6番スマイルウィ、まあ、前々走ゴールドホイヤー57キロこの馬58キロで、約1馬身差と、まあ、1キロ1馬身って考えると今回筋量が一緒になる58キロになるってことで、まあ、ほぼ同じ評価最逆転までということでね今人気しています。まあ、そんなわけでねマイル戦ならあの上位安定してますし紐には最適だと思います。そして13番ファルコンピーク、春にはねマイルで重賞を勝った馬、まあ、持ち時計も悪くはないですしここも期待をしておきましょう。そして16番リンゾーチャネル、前走ね、まあ一応マイルで完勝ということで、大井のこのコース得意としております。まあそしてね、前日の雨で、まあ外枠も一応いいんじゃないかということで入れておいて、今回はまあこういった形でやってみたいと思います。まあそのわけでこういった形でね、またやっていきますんで、チャンネル登録の方ね、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、 あのメインチャンネル、フェガム TV では今週は宮古ステークス、アルゼンチン共和国杯、まあその他にもろもろこちらでやっていきますんで、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。